とそれからスタッフ、右から2人目がエイム・ジャッケ監督です。橋渡に行きます。センタリング投げられるか、シュート、決まりました。日本入れたのは木村、いい点取りましたね。速攻からですがね、はい、日本が先行しました。落ち着いて決めましたね。ダイレクトでね、あのコース往々にして上げる選手もいるんですがね、これはやっぱりベテランと言いますかね、ギリギリのところで返したですよ、これはね。柱谷の粘りですね、はい、これで木村です。完全に木村がノーマークになっておりました。日本1点、前半の24分、この1本のパスですね、オフサイドラインギリギリのところを、うん、ここで柱谷君が粘りましたね。そうですね、はい、完全に振り切りました。出てないですね、完全に、はい、そして裏側に1人引っ張ってこっちへね、原君が走ったんで2人引っ張られましたね、この左の選手ですね、はい、世界の一流プレイヤーですから。ジルースが蹴ります。あっと、こぼれ球をミラーが押し込みました。リカーミラー、しかしちょっと今オフサイドということですか。いや、どういうことですか。いや、判定とすればオフサイドを取るならオフサイドしかないですね。はい、しかし今ジレースが蹴りましたね、すごいシュート。ちょっと森下君球速押されましたね、はじいたところをミラーが押し込んだんですが、はい、今のシーン見てみましょう。ゴールですね。あ、どうやらゴールになりましたですね、はいはい、今のシーンです。ここです、ジレース、壁の間抜けたですね。この時にオフサイドかどうかということなんですね。あ、ここね、はい、こぼれてきたときはもうこれはしょうがないんですね、蹴った瞬間がオフサイドかどうかということになるわけですね。ありますね、特にあのディフェンスが厚くなってね、ある意味で攻め込んで押して押しててなかなか取れないというときは後ろから上がった選手のロングシュートというのは非常に。ミュラー1対1、キーパー出ましたがダメ、競り合った加藤が抜かれてミュラー森下と1対1。これは森下もちょっと気の毒なシーンでした。今のはもう前半も残り時間少ないんですしね、ちょっと加藤君、これはもう抜けた後ですかね、はいはい、思い切りよく森下も出たんですが、そこは元代表ですからね、はい、こういうものは外しません。ミュラーこれで2点目です。まあ、ヨーロッパの場合は出稼ぎというよりね、もうこういうのは非常に多いんですね。手元の時計ではまもなく45分です。前半ほとんど時間がありません。カーブ切った、惜しい、いいですね、ヘディングは原、いいヘディングでしたが ね、ボールも良かった。今のは木村君のカーブのボール ね、こんなちょっとですね、素晴らしかった。これが入っていれば2対2の同点と、ますます面白くなったところなんですが、ここからですね、カーブでキューンとね、あまり高くないボールですよ、はい、ここでキーパーの出鼻ですね、枠にしたらもう間違いなくキーパー飛び出してますからね、入ってたですね。原と加藤が言ったんです。規制に恵まれた神戸総合運動公園競技場、8月に行われるユニバーシアードのメイン会場ですが、今日は2万5000人の観衆が集まりました。東京での第一戦で2対1と新勝したフランスのチャンピオンチームボルド、10番のミッドフィルダーナポレオンと呼ばれるジレスを中心にした中盤のパスワークは世界でも最高級と言われておりますが、今日は遠征の疲れもあったか動きは今一つでした。先取点を挙げたのは日本代表です。前半35分、中盤から早い展開でボルドーのゴール前に迫り、内山が頭でつないだボールを原がシュート、早いパスのつなぎが印象的でした。さらに日本代表は続く38分、ボルドー5番ジラールのトリッキングでペナルティーキックのチャンスを得ます。これを10番木村が落ち着いて決め、2対0で前半を終了しました。2点をリードされたボルドーは後半、焦りからか試合運びが雑になり、ジレスをはじめ3人が警告を受けました。しかしボルドーは35分、ジレスのパスで日本ゴールを襲います。日本代表必死の守り、
そして続くジレスのコーナーキックから3番ロールのシュート、惜しくもゴールを外れ、ボルドーどうしても得点を挙げることができません。逆に日本代表は終了間際の44分、ボルドーのパスの乱れをうまくついて原からのボールを木村が見事に決めます。ダメ押しの3点目。この後も日本代表はよく守り、結局3対0でボルドーを破りました。試合後敗れたジャッケ監督は、日本代表はよく研究していた、そしてうちの選手は疲れていたようだと厳しい表情。一方森監督はディフェンスの勝利、ワールドカップ予選に向けて選手にはいい自信となったでしょうと満足そうでした。